1919年1月19日のドイツ国民議会選挙は1919 19年1月19日に行われたドイツの国民議会の選挙である。ドイツ帝国時代の議会名称ライヒスタークからドイツナショナールバーサーモランに変更されたが次の1920年ドイツ国会選挙で元に戻った。第一次世界大戦と ドイツ革命を経て成立したバイマル共和国が初めて行った選挙。ドイツの選挙では初めて比例代表制を採用、女性参政権を認めた。前回の1912年ドイツ帝国議会選挙と比べて選挙権年齢が25歳から20歳に引き下げられ、区割りも一新されて、人口集中値に議席が多く配分されるようになった。 同じ対戦の敗戦国であるオーストリアと合意し、ドイツに住むオーストリア人はこの選挙で選挙権を得る代わりに、オーストリアに住むドイツ人も1919 19年オーストリア国民議会選挙の選挙権を得た。選挙の結果は、バイマル共和制を擁護するバイマル連合が76.2%の票を集めて対象した。また、ドイツ共産党は選挙のボイコットを呼びかけたが、 投票率は83.0%の効率のままで失敗した。また、東部の軍は1月19日の投票に間に合わず、2月2日に投票した。ドイツ社会民主党が有効票13,388票のうち7,804票を得て2議席増やした。ありがとうございます。